疲れたな。どんぐらいに来る？まだ全然時間あるね。どんぐらいに来る？いや、まだ全然時間あるね。ちょっとそっち向いててもらっていい？ちょっとそっち向いてて。で、どんぐらい来るって振り向いてもらっていい？はい。どんぐらい来る？まだ全然。いや、いいね、ゴシゴシ体操。ね、ゴシゴシダンスね。体操じゃねえから。ほぼ体操だろ、そんなもん。やめろ。聞いちゃうのが面白すぎるから。いや、結構ちょっと時間あるわ。あ、時間あるね。いや、あんまバスとか乗んねえからな。そうだよ、俺ら仲いいけど。わかんないけど。バスは乗ったことないの？乗らないね。お前のビッグスクーターのな。いや、普段ビッグスクーターだから、もうまあまあ乗ってないけどね、今は。最近はな、ビッグスクーターやめて電動自転車で。電動自転車、もう、嫁が許してくんないんだよね。危ないから。いや、でもお前、事故です。最近現場に全部電動自転車で来てるけど、ちょっとなんか、見せびらかしたいからな。いやいや、俺だってびっくりしたもん。何が？電動自転車っていうとなんかちょっとさ、家庭的な感じあるじゃん、うん、お前めっちゃ高いやつだろあれ。いや、そんな高くない、マジで。いやいやいや、13万ぐらい高えよ。いや違う違う高えだろ。違う違う、電動自転車ってそれぐらいだろ。いやいや、マジで高いやつ30とかするから。ちょっと黒でさ、かっこいいやつや。あ、まあまあまあ、だからあれ選んで、わざわざ毎回乗ってくる。一応ストリートタイプのやつね。え、近いんでとか言ってさ。いや、近いから家が。いやいやいや、そんなもんだよ。え、結構遠くの現場でも近いんでさ。俺は本社までしか基本的に乗らない。見せびらかしたいんだろ。いやいや、違う違う違う、なあ、まあ、37だぞお前な。お前車とかだったら分かるけど、まあ、電動自転車見せびらかしたい。どうぞ。かわいいやつだよ。かわいいやつだじゃねえの。でもあれちょっとさ、まあ恵比寿とかさ、うん、港区とかさ、そういうとこ乗ってたら電動自転車気にならないけどさ、あれ金ちゃん板橋でしょ、出身、ね、あれ板橋乗ってたらざわつくでしょあれ。高級車乗ってる。板橋あるって全然みんな乗ってるから。あ、でも俺はびっくりした。いや、でも俺はびっくりしたよ。何を？ちょっと高級な感じの電動自転車だった。いや、まあ、でもそういうの買ってるでしょ、だってちょっと高級なものとか。いや、一番最近で買った高いものって何なの、リアルに。まあでも買うもんは高いものは俺ケチだからないけど。何？でも一番お金を使ったって意味でやっぱ引っ越しじゃない、うん、引っ越しいくら？だから5万7千円から、だから16万8千円頑張ったね。いや、頑張ったね。お前いくらの今？お前はいくらからいくらになっていくらになったの？推移として一番最初3万9千円、まず3万9千円、3万9千円、うん、6万円、6万、11万5千円、11万5千円で、今21万、21万、うん、いや21万で、いや、まあ一応家族いるからね、だって。ああ、だからもう息子もいるし、ある程度広くないとさ。確かに、うん、その俺は田舎出身だから、うん、家賃が安いじゃん、うん、東京だと普通の仕事してても、じゃあ家族が3人で今後も生まれるとかさ、もっとおじいちゃんおばあちゃんとかも一緒に住むってなったら、うん、平気で2、30万かかるよな。いくいく、もう全然東京で暮らすってもう田舎の3倍ぐらいかかるから、マジで。別に2、30万の家賃が大金持ちですね、じゃないもんね。田舎だったら大金持ち、うん、いや、田舎だったら大体地主じゃん、うん、だからあんまり家賃でかかんないし、 そんなに。だからさ、結構あれだけど、ここで家持ってる人のことお前地主じゃねえの？地主だろあれ、多分。地主だろほぼ。いや、わかるよ。でも東京の20万っていうのを、いやいや、まあ、俺は昔はさ、本当大金持ちの住む家賃が20万だと思ってたんだけど、家族3人で住むってなったら、で新宿とか渋谷近いんだったら20万ぐらいしちゃう。どうなの結婚は？いや、俺でも本当に今日大事件が起きて。何？あ、まあ、引っ越してもう3ヶ月、うん、まあまあそうか。5万7千円の家にもう10年住んでて、まあ結構新しい広い、うん、広いというかね、うん、まだめちゃくちゃ広いわけじゃないけど、うん、その、嫁と、うん、ワンちゃんとね住んでるんだけど、うん、なんだっけ名前、バンスね。バンス、うん、オスとメスどっち？メスなんだけどバンスくんって呼んでて。じゃ意味が分かんないんだよ、うん、あと最近調べたの、奥さんが昔、うん、友達の家で飼ってた犬がバンスで、ものすごい可愛がってたからバンスにしたの。え、うん、だから何の考えもなしに、いい思い出でバンスにしたんだけど、最近調べたの、うん、バンス、英語で、うん、はい、借金って意味だった。いや、
マジで良くないね。良くないよ。良くない。しかもメスでしょ。うん、俺勝手にずっとオスだと思ってたの、バンスって。だからあの メスで借金ある。だからバンスだと、バに点々のンスだと借金って意味だったから、うん、最近あの変えたの表記を。何何。あのブに点々でちっちゃいあのブアンスにしたから。一応いやいや表記をもう読むときバンスって言ってるからさ。いやいやだけどそうブアンス。モグラみたいなことだよねだからね。モグラ。借金ある。バンス。借金って意味だったバンスは。よくないよ。いやいやいや。なんでバンスなのかなずっと思ってたんだよ。あ昔の。ね、いい思い出があったんだよ、嫁さんは。奥さんの子供の時、うん、なんか遊び行ってた家にすごいバンスっていう可愛い犬がいて、でそこの家はなんかあのフランスとかにも出張する人の家だったから、うん、なんかバンスって他の意味がある、うん、フランス語だと。まあまあまあそうね。でも英語だったら英語だと借金、借金ゴリゴリの借金女借金女いやすごいひどいよ。違う違う、その事件って何なの。事件があって、うん、3ヶ月住んで、うん、まあ僕も家事できないし奥さんも家事できないのよ。まあその噂は聞いてますよ、まあ、芸人とアイドルだから、うん、そう芸人いやいやトップ芸人とよく言うなお前な。トップアイドルの結婚腹立つんだよ毎回よ、うん、なんか渡部さんとかでいいよ、まあ、佐々木希さんとかさ、はいはいはい、そういうそのさしょうもない芸人とさしょうもないって言うこと。渡部さんと佐々木希さんもおかしいだろ。一緒にすんな。一緒にすんなって。一緒にすんな。あっちの格上だろ、お前。格上だろ、だろお前。いわくつきの格上だろ、お前。こんなバス待ちながら人の悪口言うな。何何でも本当に、うん、なんだっけ料理できなくて。あの、家事しないんだけど、やっぱ新しい家住んだから家事するようになったの、二人とも、うん。で、家事すると、やっぱ家事って、いろいろフライパンとか集めるからさ、収納が必要じゃん。フライパンとか集める。一個もなかったの。フライパンとか前の家の時は。セットってこと？セットとかフライパンとか鍋とか。まあまあそのそういう系ね。調理器具みたいなね、うんで。もちろん収納は多かったの。3つ、うん、3つ収納があったのよ。その洗面台、うん、洗面台とあの繋がってるじゃん。うん、あのキッチン。まあキッチンね。キッチンの下に3つあったのよ。でずっと3つめっちゃあるなと思ったけど。うんフライパンとか買うとすぐ埋まっちゃうわけよ、うんうん、めちゃめちゃまあまあまあそれ料理しないからこれめちゃめちゃ収納あると思ったら全然ねえじゃん意外と使えないねっていうね、うん、さっき今日奥さんのお母さんが来て掃除してくれたんだけど、うん、この3つのこのキッチンね、うん、このこうなってるキッチンに3つあったんだけど、うん、その下に1個で合計6個あったの、うん、もうえ隠れ収納があったのえそれ何その気づいてなかったってこと今までそうこの収納の下にその話を隠れ収納みたいなのがあって、うん、下にねそうこれ3つだけじゃなかったんだそうまだあったっ朝俺ずっとフライパンとか買いすぎちゃったから、うん、ずっとそのキッチンのさ、うん、キッチンの火出るとこあるじゃない、うん、そこにコンロそうコンロのとこにちょっと待ってお前何も知らないそうそうなんだキッチンの火出るところ火出るとこにさ、うん、コンロねずっと置きっぱなししてたよ、うん、収納できないフライパン、うんうんそれがさ朝上に、ね、そうずっと置きっぱなししてたの、うん、まあ綺麗な綺麗にしてもね置く場所ないから、うん、それなのにそこの、朝起きたらそのないのよ、うん、フライパンがないっつって、うん、フライパンがなくなったぞっつって奥さんとお母さんも泊まってたから、うん、フライパンがないよりょうちゃんっつってフライパンが神隠しにあったっつってで奥さんがなんか動画回し始めて、うん、フライパンがないっつって俺もフライパンないぞっつってフライパンが泥棒に取られたっつってなってパニックになったのそしたらでお母さんお母さんが「てれーってここに隠れ収納ありました」っつって「ドッキリ成功」っつって、うん、ドッキリ引っ掛けられたの今日朝マジで、うん、マジでどうでもいいわだからつまんないけどほっこりする話、ね、あまあつまんなほっこりする話そうそうそういやでもでもフライパンってさ、うん、意外と隠しようがないじゃないまあ隠しようがってなんで今3ヶ月もやる収納分かんないわけ、うん、いや不動産屋が教えてくれなかったのいやいや、大体見りゃ分かんじゃんって。いや、分かんないの。意外と分かんない。新築の、うん、なんかね、なんか、ちょっとおしゃれな作りになってて、新築とかのリフォームの家だから、うん、まあ、まあ変なあれだよね。形は変な形だよね。昔の家じゃなくてさ、うん、ちょっと、なんかドアがドアっぽくなってないというか、ドアですよっつってドアノブがあるわけじゃないんだよね。こういう、なんか。もともと何だったんだっけ壁だと思ったら。そう、もともと保育園。保育園で。でも、あれ、嫁さんは料理少しは作るようになった。作るようになりましたよ。最近作ってもらったのは何昨日、マジガチの話で。うん、
鍋ですね。鍋？鍋を作って。何鍋？寄せ鍋ね。味は何味？味は塩ちゃんこ的なこと。え、でもキノコ鍋で味噌っぽい味だった。すごいうまかった。それ具は何入ってたの？キノコと豚バラといろいろ入って、あ、白菜とネギとで作ったよっつって、で鍋なんか作れるんだと思って、食べ3人で食べてたの、お母さん泊まりしてたの。お母さんが作ったのを自分で作ったって言ってた結局はどうにかしろよ、なあ鍋ドッキリ。しかも別に鍋もそんな大した料理じゃねえしな、なんかさ本当にもう面白話していたけど、お前に俺相談があって、お母さんが泊まり来ると、二人でよく分からないドッキリをずっと仕掛けられるんだけど、どうしたらいいの？そう、嫁とお母さんで両親に対してってこと？そうそう、動画撮ってんの？そう、動画撮ってるからドッキリって分かるじゃん。なんか、違う違う、二人でフライパンがなくなったっつったら、俺もさ、フライパン、あ、そういうことか。俺もパニックになるじゃん、フライパンなんか。あ、そういうことね。そうそう、あ、それで今、そのお母さんもグルでてってれーで、グルでてってれーなんだけど、でもいいじゃん、明るい家庭でいいじゃん。途中で奥さんが動画回し始めるから、もうこれ完全にそうだっていう証拠としてね。どうすればいい？え？どうすればいい？いやいや、もうそれはだから乗るしかないよね。そう、母ちゃんに。楽しいんだけど、めっちゃ俺が眠い時も引っ掛けてる。楽しくないでしょ。いやいや、めっちゃ楽しいよ。いやいやいや、楽しそうじゃなかったじゃん。いや、楽しい。めっちゃ楽しいのね。いや、本当に楽しいんだけど、仲いいから。めっちゃ俺が眠い時も引っ掛けてきて、リアクションが悪いと動画撮ってるから後でダメ出しされるわけ。しんどいな、それ。しんどいだろ、それは。しんどいな。やっぱ芸人って家ではちょっとおとなしいもんな、基本的に。そうそう、あんまり喋んなかったりするから。奥さんはオンだから、やっぱ、そのフルで本当にあの感じで、まあね、これで、そうね、大物とも共演してるしね、最近は。やめろちょっとレイちゃん、もうバス来るわ。そうだ、本当来た、バス来たわ。あ、本当だ、バス来た、乗ろう。乗ろうか。よし。